一番上の兄は魚を売って、二番目の兄は水を売って、三番目の兄はもういない、四番目の兄はドレスを売って、五番目の俺は歌を歌い、ギターを持ってどこへでも行く、今日も開ける馴染みのドアを、小さな町のライブハウスのと言いながら、実は一昨年来て、本当は去年2回目をやるはずだったのが、それが延期になって、また延期になって、やっと今日2回目のユースオブライフインコーナーストーンバーンです。普段は飲み屋喫茶店、お寺の本堂廃線の駅、椅子が並んで明かりが灯り、ギターを取ってゲー張れば、まるで映画のフィールドドリー、ヘッドライトが集まってきて、にぎやかな声がし始めて、小さな町のライブハウスに、帰りの歌では物足りない、もう少し楽な世の中がいい、砂漠を進むキャラバンのように、澄んだ水がいっぱい飲みたいだけ、世界は広い、でも今夜は同じ川の中で奥だっていこう、気に入ったら口笛響かせてくれ、小さな街のライブハウスに、どっかで誰かが聞かせてくれたブラズマンの話、クラプトン周りに言われたそうだ、場所の広さ人の数、受けようとかうまく弾こうとか、そんなこと気にすることはない、こんな話がよく似合う、コーナーストーンバーにも。なりちゃんにも、最後の一杯の間、聞かせてほしい君のこと、最近どんなことがあったの、こんな不確かな時代だけれど、歩き続けたらまた会えるだろう、約束の日に小さな街のライブハウスで、こんな不確かな時代だけれど、歩き続けたらまた会えるだろう、約束の日に小さな街のライブハウスで、
みんなジャマイカから会える先生みんな娘一人先生みんな流れついて先生みんな呼ぼうと誘う先生みんなお前と会えない先生みんな命ほぐれ先生みんな争わなくても先生みんな生きていけな世界があるかもしれないそんな焦りがあるけど今はその腕に抱かれ長い息をせんで先生みんなリズムは深くみんな体は近く切なみんな揺れて揺られて切なみんな百まで生きようなそんな焦りがあるけど今はその腕に抱かれ長い息をせる切みんないつもは深く切みんな体は近く切みんな揺れて揺られて切みんな百まで生きよう you